増本照明テルアキは、日本の政治活動家、北朝鮮による拉致被害者の実定。家族会の元事務局長、政治団体、証明会代表、鹿児島県鹿児島市出身。鹿児島市立鹿児島玉流行等学校及び、北海道大学水産学部卒業後、1980年に水産会社へ入社。1997年3月、 家族会結成に際して、姉のルミ子を1978年8月に北朝鮮に拉致されたとして事務局次長を務める。2003年3月、特定失踪者問題調査会場を無理事に就任。2004年に水産会社を退社。ハ池イケ事務局長の副代表就任時に家族会事務局長に昇格。以後、北朝鮮への進行の必要性を主張する。 2004年の参院選2014年の衆院選趣味は映画鑑賞。好きな言葉は経典愛人。好きな作家は夏目漱石。尊敬する人物は西郷隆盛。2007年2月1日、劇団若宮優子プロデュース主催の女優で演出家若宮優子との婚約を明らかにした。姉と日本人男性の拉致事件を 若宮が演劇化したことが縁であるという。姉が北朝鮮から帰国するまで挙式しないとしている。講演会、拉致問題と国防記者会見にて北朝鮮による拉致被害者の実定として、一貫して拉致問題への取り組みを行い、拉致被害者の救出のために我が国を貶めるような国々に対し、毅然と対処できる強い国にならなければなりません。と主張。 ありがとうございます。